続きまして男子エリートスプリント決勝の1本目を行います。インコースより3番渡辺勝成君 JPCU 福島、アウトコースより1番中川誠一郎 JPCU 熊本で当たります。スタートいたしました。男子エリートスプリント決勝、インコースからスタートいたしました。この2人とも実際の 200m のグライドは9秒台のタイムを持っておりますので、今大会一番スピードを出す2人の対戦となっています。早くも渡辺勝成君先行対戦、一気に流した隙を見て